ノースウエスト航空327便は2004年6月29日アメリカ合衆国ミシガン州ロムルスのデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港からカリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港までのフライトでボーイング757から200型機 N543US が使用されたサンディエゴでの仕事に向かう13人の シリア人ミュージシャンのグループの行動を何人かの乗客が不審に感じ、テロ攻撃もしくはそのリハーサルである、ドライランなのではないかという懸念を持った。そのような乗客の一人であるジャーナリストのアニー、ジェイコブセンが、この件についての記事を書き、全米で注目されるようになった。ワシントンタイムズ紙が、情報自由法に基づく、情報公開を請求し、 国土安全保障省観察官による報告書の修正版が2007年5月に発表された。当該機には離陸前に14人の中東系の男性が登場した。14人のうち13人はアメリカに短期ビザで滞在しているシリア国籍の人物で現金で購入した片道航空券を使用していた。ビザの期限は6月10日で延長申請中だった。フライト中、 夫と共に登場していたウーマンズ・ウォール・ストリートの記者、アニー・ジェイコブセンは彼らが不審な行動をしていると感じた。ジェイコブセンの主張によれば客室乗務員の一人が男たちが不審な行動をしていると思った時内のスカイマーシャルに通知していた。しかし、そのスカイマーシャルによれば客室乗務員はターンにジェイコブセンに対する懸念を伝えてきただけだったと述べた。 ジェイコブセンとその夫は自分たちの懸念が真剣に受け取られていないと感じ、ますます声を上げるようになった。スカイマーシャルはこの二人の方こそテロリストではないかと考え、二人の身元を明らかにするために、それを聞き出そうとした。ジェイコブセンはウーマンズ・ウォール・ストリートにテラー・イン・ザ・スカイズ・アゲンというこの一件についての一連の記事を書き、 ドーンの他の乗客もジェイコブ船の話を裏付けていると主張した。その一人は自身が目撃したものに大変恐怖し、もう飛行機には乗らないと語った。他の乗客は死を覚悟したと語った。ドーンの乗客の一人がワシントンタイムズが見にこの一件について確認した。CNN のアーロン・ブラウンによると、この一件をめぐる議論はインターネットミームとなった。 ジェイコブセンの記事は中国語、スワヒリ語、ドイツ語など多くの言語に翻訳され世界中に広まった。ジェイコブセンはウーマンズ・ウォール・ストリートの記事で彼女が不審に思った行動を詳しく述べている。彼女によると登場前、男たちはお互いに会話をせずグループのようには見えなかったという。登場中、男たちは他の男とアイコンタクトを取り、 同意したかのように頷いていたという。そのうちの一人は、整形外科用の履物を履いており、離陸直前に席を変えたいと大声で訴えていた。飛行中に一度、一人の男が大きなマクドナルドの袋をトイレに持って行ったが、戻ってきた時には空になっており、他の男性二人とすれ違う際に親指を立ててサインをしていた。別の男は、布の塊、 カメラ、携帯電話などの物体をトイレに持っていった。飛行中、男たちは一斉に立ち上がって、トイレに向かい、2.3人のグループに分かれて通路に集まっていた。スーツ姿にサングラスをかけた男は、コックピットのドアから1フィートほど離れたところに立っていた。機長が着陸の開始をアナウンスすると、7人の男たちは一斉に立ち上がり、それぞれ4分ほどかけて、 トイレに向かった。最後にトイレから出た男は他の男とすれ違う時に人差し指で首筋をなぞりながらノーと言ったように見えた。飛行機がロサンゼルスに到着すると不審な行動をしていたとジェイコブセンが主張した14人は尋問と身元確認のために交流された。連邦航空保安局は彼らがサンディエゴの火事の演奏のために向かっていた。 シリアのバンドメンバーであると結論付けた。しかし、ジェイコブセンは、航空保安局は14人のうち2人を簡単に調査、しただけで、空港を出た後に、男たちがどこに行ったか誰も特定していないと主張している。シクアンカジノリゾートは、その2日後に、シリアの歌手ヌールマンナが、自身のバックバンドと共に来て、そこでパフォーマンスを行ったことを確認した。後日、 タイム氏のインタビューでこの便に登場していたスカイマーシャルは次のように述べている。メインパートナーや私は飛行機や乗客に対する差し迫った脅威を感じたことは一度もありませんでした。その乗客が327便での行動に不安を感じたのは理解できますが、そのような行動は異常ではありますが、セキュリティ上の問題ではありませんでした。飛行機への脅威はありませんでした。 観察官が作成した国土安全保障省の報告書によると、このスカイマーシャルは当該のシリア人の旅行ビザの期限が切れていることには気づいていたが、その情報を上司に報告していなかったことが明らかになった。さらに、そのエアマーシャルたちは、ジェイコブセンが中東系の人物の存在に過剰反応し、他の乗客をパニックに陥れ、より大きな問題を引き起こす。 危険性があったと考えていた。また、ジェイコブ船の行動が、どの人物がエアマーシャルであるかをテロリストが特定するために行ったものである可能性を懸念し、ジェイコブ船がフライト全体を危険にさらす可能性があったと述べている。国土安全保障省の観察官事務所は、32ヶ月間にわたって327便の1件の調査を行ったが、その報告書は、 機密扱いとなっている。しかし、公開された修正版の報告書により、この飛行機に乗っていた音楽グループのプロモーターが2004年1月にも同様の事件に巻き込まれていたことが明らかになった。ワシントンタイムズ紙の記事では、ノースウエスト航空327便の一件が民間機を含む将来のテロ攻撃のための ドライランであると一部のエアマーシャルが考えていると主張したが、そのエアマーシャルの名前や所属、もしくは匿名であったのかについては記載されていない。続報では、情報自由法に基づく、情報開示の請求をしたことを明らかにした。航空機パイロット組合連合の会長のゲリー、ベッチャーは、ジェイコブセンは、おそらく、ドライランを目撃した可能性が高く。 自身も似たような経験を何度もしていると述べた。エアマーシャルの P. ジェフリー・ブラックは327便の一件はテロのための調査かドライランであるという自身の見解を示した。アメリカン航空のパイロットのマーク・ボゴシアンはジェイコブ船が述べたような事件は航空会社の乗務員が以前から知っている汚い小さな秘密であると述べた。ジェイコブ船の元の記事は 電子メールで広く拡散された。都市伝説などのファクトチェックを行うウェブサイト、スノープスでジェイコブ船の主張の信憑性が議論されたが、そこでは虚偽と結論付けられた。FAA レジストリ、フェデラルアビエーションアドミニストレーション、AB、モアディテールズオンフライト327、2007年5月27日閲覧。 Security Flows Confirmed on Flight 327 2007年5月30日閲覧 ABC Review of Department S Handling of Suspicious Passengers Aboard Northwest Flight 327 Department of Homeland Security Office of Inspector General 2007年5月27日閲覧 Review of Department S, s Handling of Suspicious p a s s e n g ノースウェストフライト327デパートメント・オブ・ホームランド・セキュリティオフィス・オブ・インスペクタゼネラル2007年5月30日閲覧オフィス・オブ of ・インスペクタゼネラルデビュー・オブ・デパートメント S Handling of Suspicious p a s s e n g e ノースウェストフライト327オグマイナス -06 から31 U.S. Department of Homeland Security 2007年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年12月28日閲覧ヤコブセンアニーパート4テラーインザスカイズアゲーンウィメンズワールストリート2007年5月27日閲覧ヤコブセンアニーパート V アナザーパッセンジャーフロムフライト327 ステップスフォワードウィズディスターブリングニューディテールズ。ウィメンズワールストリート、2007年5月27日、閲覧。オードリー・ハドソン、セカンドパッセンジャーソーススピシャスビヘイビアー。ワシントン・タイムズ2007年5月27日、閲覧。エイビー・ヤコブセン、アニー、パートアイ、テラー・イン・ザ・スカイズ、アゲーン。ウィメンズワールストリート、2006年8月11日、閲覧。 ヤコブセン、アニー、パート13、アニー・ヤコブセン・ゲッツ・エイ・ビジット・フロム・ザ・フェズ、ウィメンズ・ワール・ストリート、2007年5月27日、閲覧。クリントン・ W ・テイラー、ザ・シリアン、ウェーン・ニュートン、ナショナル、レビューオンライン、2007年5月27日、閲覧。ドナリー、サリー・ B、アンエア・マーシャル、S ・ビュー・オブ・フライト327、タイム、 2006年8月11日閲覧。AB、ファクトチェック、アニー・ヤコブセン、テラー・イン・ザ・スカイズ、ホルス。スノープス、2018年5月1日閲覧。ヤコブセン、アニー、ウェルカムツー、アニー・ヤコブセン S ブログ。women s w e l l s t r e e t c o m ブログ。2011年9月30日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2007年3月5日閲覧。オードリー・ハドソン、パッセンジャーズ・ディスクライブ・フライトアズ、A ・テロリスト・ドライラン。ワシントン・タイムズ、2007年5月27日、閲覧。パターコ、エアー・マーシャル・ゴーズ・オン・ザ・レコード・ステーティング、ヒズ・オピニオン・ザット・フライト327はず、A ・ドライラン。パターコ、S ・ポンティフィケーションズ、パターコ、2007年12月28日、閲覧。 ヤコブセン、アニー、パート2、テラーインザスカイズ、アゲーン、ウィメンズワールストリート、2007年5月27日、閲覧、ありがとうございます。